ご存知さん、こんばんはです。先生、こんばんは、こんばんは。クジャさんはレベル27という当選、またありがとうございます。今同点かな、1位のさきちゃんと。さっき見たら50個と52個でだったんだけど、同点に行けたかな。ありがとうございます。お父さんもこんばんはです。ハンバーグ大好きアラさんもこんばんはです。フライさんもワルちゃんさんもこんばんは。ネルワ君も皆さん来てくれてありがとうございます。皆さん優等生場所でレベルも27もありがとうございます。今日最後の枠も来てくれてありがとうございます。40分までお話をしていてください。40分しかないから時間ギリギリな方も多いかもしれないけど、りょうへいさんもこんばんはです。いさめさんもこんばんは。らいじょうさんもこんばんはです。今日も4枠お疲れ様です。4枠しか逆に土曜日だけどできなかったけど、明日もそんぐらいになるかな。明日は朝からバイトなんだけど、だから明日朝また7時、ちょっと早くなるけど、朝7時から7時半でして、次お昼夕方夜ぐらいになると思います。福神さんもかわいい、ありがとうございます。こんばんはです。石井さんありがとう。皆さんこんばんは。パツンさんもこんばんはです。またカウントも今日もたくさんありがとうございます。きみこさんもこんばんはです。レッドデビルさんファンレベル5もありがとうございます。こんばんはですっていう話をしていてください。お疲れ様です。お疲れ様です。皆さんもお仕事、学校だった方もお疲れ様です。ネタデビルさんハレベル5もありがとうございます。ヒゲシさんもカウントありがとうございます。こんばんは。ユウさん来てくれてありがとうございます。ユウさんこんにちは。こんばんはです。はじめまして。宮崎県出身、高校3年生、17歳、シノンです。ぜひお話、応援、ネムフォローもぜひしていてくれると嬉しいです。からはイベはこの CM 兼のは CM イベントは水曜日までです。来週の10何日だったかな、19の水曜日19時59分までです。1週間しかないんだけど、水曜日までです。あと日月火水しかない。なんか早く感じるけど、木金まであったらねよかったんだけど、木金が学校行くのちょっといつもより遅めに行くからてか大丈夫だから行くのが、だからもしね木金とかまであったら朝枠遅めにできたかもしれないけど、また月曜日そっか休みだから
祝日だからそんな学校よりも早くしないけど、火水はまた朝5時半から6時になっちゃうけど、朝早いのも今回少ないかな、祝日も入るし。イベントは水曜日までです。アサニアさん、レッツさんもこんばんはです。ジジさん、発音もありがとうございます。雪だるまさん、ファンレベル8とも誕生もありがとうございます。こんばんは、雪だるまさん、レベアムです。ナリさん、さん、こんばんは、石井さん、レベアリです。学校で早いのあと2日なんで、祝日もあってよかったです。そんな早くしないで大丈夫だから。しかもカラーワンはね、終わるのが全部早いです。19時59分で、もし水曜日じゃなかったら、最終日が火曜日とかだったらもう19時59分帰り着いてるけど、そんなもう配信できたとしても8時ぐらいだから、ね、平日は、水曜日はたまたま早く帰れる日だから、いつもだから良かったです。水曜日で最終日が、つっちーさんもこんばんはです。かなくも40分までぜひ皆さん話していてください。レンさん、こんばんは。レンさん、こんばんは。雪だるまさんもありがとうございます。もう誕生もくれてて、るーちゃんさんもこんばんはです。やるあくも来てくれてありがとうございます。とちーさん、こんばんは。じゃあもうお風呂入ってきて、化粧も落としてきました。今日はまたね、化粧だけ残して、髪の毛だけ洗って、また配信終わってから化粧を落とそうと思ったけど、落としてきちゃいました。おじさん、チキンもありがとうございます。こんばんはです。母さんもこんばんはです。もう今回カウントされたいから50もありがとうございます。 PC さんもこんばんはです。カウントまたありがとうございます。アジさん、チキバチバチありがとうございます。明日7時からです。一応テロップにも書いてるけど、明日朝、また早いんだけど日曜日にしては、もっと休みだったらね、もうちょっと遅くしたいけど、明日朝からバイトがあるから、あの朝枠早めになっちゃいます。しかも30分しか撮れないんだけど、7時から7時半でしたいと思います。ジェニーさんもこんばんはです。カウントありがとうございます。石井さん、こんばんは。おじさん、こんばんは。チキありがとうございます。石井さん、こんばんは。母さん、こんばんはです。明日は7時から7時半で朝はします。来れる方はぜひ来てくれると嬉しいです。ラメチさんもこんばんはです。ラブリーヌ様から110ポイントもありがとうございます。ラブリーヌさん、また依頼もありがとうございます。サクッと軽くてよしやさんもこんばんはです。
夜明けも来てくれてありがとうございます。あみさんこんばんは、ありがとうございます。こちらこそたくさん依頼も言ってくれてありがとうございます。レイシアさんも追加のルクチンペイもありがとうございます。レイシアさんこんばんはです。タルさん、ハサもありがとうございます。こちらさんもこんばんはです。明日はね、もう朝はメイク配信なんてしてる時間多分ないので、もう朝起きてメイクしてから来たいと思います。もう来週さんこんばんは、お疲れ様です。ありがとうございます。サムチさん、坂丸さんもこんばんはです。お疲れ様です。お疲れ様です。皆さんも無制限だから何枠、4枠ぐらい、今日も4枠でしてほしい。星集めも大変だと思うんだけど、ありがとうございます。無制限だったらね、本当もっと休みだったらね、もっと枠作れるんだけど、そしたらもっと時間に追われてしまうかもしれないけど、ありがとうございます。星集めもジョージさんもこんばんはです。カウントありがとうございます。星集めありがとうございます。ラブリナさんこんばんはです。坂丸さんこんばんは。ジョーゴさんも優等生をありがとうございます。1位になれたんじゃない、優等生。さっきで同点だったけど、ありがとうございます。明けおめ、明けおめ、もう7ヶ月経ちましたよ、明けおめから。めっちゃ今年も早いです。毎年早いけど、1年がもう7ヶ月半分過ぎた。1年のめっちゃ早いです。良平さんファンレベル22と優等生もありがとうございます。多分1位になれました、ありがとうございます。ハチャピンさんもこんばんはです。2週もしてくれてありがとうございます。ジョーゴさん優等生、皆さんありがとうございます。ジョーゴさんこんばんは、優等生ナイス。リュウヘイさん優等生おめでとうございます。レベアメもバルバルさんもこんばんはです。また前枠全枠フルしてくれて、今日もありがとうございます。お疲れ様です。たくさんフルもありがとうございます。優等生ナイス、ありがとうございます。バルバルさんフルありがとうございます。ユルさんもカウントありがとうございます。こんばんはです。新しいアバターを作りたいんだけど、絵を早く描きたいです。絵描いて早くアバター出して作りたいです。もうアバケめっちゃ溜まってるから、なかなか絵が進まないです。描くのが、イジさんこんばんは、パチパチありがとうございます。ウサギじゃないのもね、作ってみたいんだけど、結局
ウサギになってしまいます。アバターがなんかこのまま全部ウサギでいこうかなってけど違うのもね作ってみたいけど、ウサギ系がね動物とかが一番描きやすいしちっちゃくなってしまいます。川さんも無言クールームからカウントしてくれてありがとうございます。こんばんは、パチャシありがとうございます。ダンムさんもこんばんはです。夜枠も来てくれてありがとうございます。母さんこんばんは、ありがとうございます。来週さんまた優等生もありがとうございます。ひやさんもこんばんはです。ラブリナさんこの枠もフルありがとうございます。ぜひ話を時間があったらしていてください。立て星もありがとうございます。やちゃんさんもこんばんはです。カウントもまたありがとうございます。ひやさんこんばんは。マサファレベル10をありがとうございます。106人目もありがとうございます。さんありがとうございます。のぶしろさんもこんばんはです。いいだねさんこんばんは。まままさんハンレベル中もありがとうございます。今月過去最高人数いきそうですね。皆さんこんばんはです。ひよさんもこんばんはです。40分までかなかあるのでぜひお話もしていてください。みなぴさん来てくれてありがとうございます。みなみ先生さんこんみなみ先生さんみなみさんこんばんはです。来てくれてカウントもありがとうございます。昨日本当夜枠行きたかったんだけどもう眠すぎて起きてられなかったです。ごめんなさい。今日も23時の夜枠。今来てくれたみなみさんもハワイアンウェディングにイベントに参加してます。ハワイアンウェディングはいつまでだろう。19日や一緒かな。水曜日同じ水曜日までですね。ありがとうございます。今配信終わって来てくれたのかな。配信終わった方お疲れ様です。ありがとうございます。おじさんも3周目もまたありがとうございます。和彦さんも参集してくれてありがとうございます。石井さんファンレベル30にもありがとうございます。ひくちゃんさんもこんばんはです。梅まぽさんこんばんは。カウントしてくれてありがとうございます。石井さんレビュー目です。ありがとうございます。夜中休みの日も遅くまで
起きれないです。本当に夜更かしとかしたいんだけど全然できない。まあ今日もてか早く明日もあるからそんな夜更かししないでも早く寝ようと思うけど、本当に休みの日でも早く寝ちゃいます。メモポンさん優等生をありがとうございます。おじさまファンレベル21と優等生もありがとうございます。さん皆さんこんばんは。みなみさんありがとうございます。またいつも来てくれて。ムーさんもこんばんはです。優等生皆さんありがとうございます。この枠もたくさん優等生をもう1位に多分慣れてます。今満月さんファンレベル6、ひらさんファンレベル26もありがとうございます。ひらさんも優等生くれてありがとうございます。千代さんもこんばんはです。皆さん優等生ごちごちありがとうございます。ちぐちゃんさんこんばんは。レッさんこんばんはどうもです。お疲れ様です。今日もさん石さんありがとうございます。ライさんどうも。今日は4枠本当にお疲れ様でした。これで最後の枠になります。お昼とかがね作れなかったんだけど明日は多分お昼作れると思います。朝が早いけど。やっぱさこんばんは。ゆとせないさんありがとうございます。満月さんひろさんレビュー目です。5時半じゃなくて7時、テレポにも書いてるけど7時からです。明日は5時半もね平日だけ、あと火水火曜日水曜日だけ5時半から6時です。ゆうぱんさんもこんばんはです。ルルちゃんさんもカウント管理ありがとうございます。ハムチさんファンレベル中央100の人目ありがとうございます。ありがとうございます。知り合いの方だもん。ちなみにありがとうございます。皆さんお疲れ様です。朝早すぎてもう早しんやでも大丈夫。ありがとうございます。朝5時半ちょっと早いけど本当に火水はサレで行きます。でも月曜日はもう学校じゃないので祝日だからもっと遅くできると思います。私も中学生の頃なんて5時台に起きるなんてもう考えられなかったです。中学校の時はもう6時過ぎにいつも起きてました。6時半前ぐらいに起きてたけどなんかもう5時台はめっちゃ早く感じてて5時台に起きたらもう学校めっちゃ眠かったけど今はね平日でも6時まで起きてたら寝てたらもう遅刻です。本当に
しげさんも二度目の方もありがとうございます。石井さんまた優等生もありがとうございます。もうずっと一番一代目のアバターもありがとうございます。たけちゃんさんもこんばんはです。でもそのおかげで早寝早起きがめっちゃねもうできるようになったから、休みの日もめっちゃ早寝早起きだから、もう今日も6時ぐらいに起きたし、多分明日もそれぐらいに起きるけど、まあいい生活になりました。たけちゃんさんプチお届けしてます、ありがとうございます。6時起きだから7時、ありがたい、ちょうどですね。かずひこさんも早いんだ、朝。ありがとうございます。休みの日しかねできないけど、遅めのは昔は夜型だけど今朝型になってる。この配信のあれでかな、まあ、でもそのいいあれになりそう。もうこの配信で朝枠来てくれてる方は、いや、健康のためには早寝早起きで、ね、でも本当早寝、ね、早起きしたら一日が長く感じるし、なんか友達とかでも、休みの日お昼ぐらいまで寝てたりっていう子もいるけど、なんか休みの日そんな寝てるとめっちゃもったいなく感じます。一日が午前中がいろいろねできるから。アツパーさんこんばんは。カウントと地球中連優等生もありがとうございます。こんばんはです。アツパーさんこんばんはです。石井さんこんばんは、優等生ですありがとうございます。ジムチニーさんもこんばんは、カウントありがとうございます。200回目の方もだ、こんばんはです、ありがとうございます。ジャニーさんもフルしてくれてありがとうございます。この悪もたくさんありがとうございます。深夜に私を言ってくれて、夜中はいないかな、じゃあもうめっちゃ寝てるから。朝暑いタイプですね、夜が本当に弱いけど、朝はその代わり一回起きたらもう眠くないです。梅まぽさんファンレベル23もありがとうございます。200回本もありがとうございます。こちらこそ。そう、ゆあさんがねさっきの枠で来てくれたんです。めっちゃ久しぶりに話したけど、ジムシンさんもユアさんの演じてる方だったと思って、帰るから前ですよって返せんのかな。めっちゃもう冬とかでもちょっと起きるまでがあれだけど、起きたら大丈夫です。ミシンさん200回本もバチバチもありがとうございます。フライさんもフルお届けこんばんはです、ありがとうございます。ステオシもありがとうございました。今日もたくさん、ゆかさんもハツワもありがとうございます。アツパンさんこんばんは、チキユトウセイプナイスありがとうございます。メアポンさんレビュー目です。ムーさんもカウントしてくれてありがとうございます。はい、さんこんばんはです。最近会社中のルーム行きたい、そう今はねイベントも出てないみたいでです。私も全然行けてなくて、今毎日配信もしてるのかな、分かんないけど、ネクストライブがねあんまり入ってないから、あんまりね私も行けてないです。いや、しかがマイナス4以上ありがとうございます。石
しさん、ないしさん、ありがとうございます。ジムシンさんもありがとうございます。200回もいしさん、レビューありです。メマンパンさんもありがとうございます。ジュニーさん、フルもありがとうございます。こんばんは、お疲れ様です。平日、あ、お昼配信、お昼に配信してるんだ。平日とかかな。え、お昼してたんだ。昼だったらなかなか行けないんだけど、今度行けたらいいな。大輝さん来てくれてありがとうございます。ごちゃんさんファンレベル8もありがとうございます。のぶさんも2度目の班もありがとうございます。宮崎県出身、高校3年生、17歳しのんです。今赤チューブ参加中なんで、ぜひ応援の話、ルームフォローもしていてくれると嬉しいです。ご自由配信頑張って。神猫さんもこんばんは、今日もありがとうございます。レイさんこんばんは、フルありがとうございます。こちゃんさんで病名です。サンライズさんも、チャンユラさんも来てくれてありがとうございます。ジョニーさんもチキをありがとうございます。タケちゃんさんもカウントありがとうございます。結構忙しいみたい、体調管理がしね、今忙しいみたいな、イベントもできてないみたいだから。でも来てくれました今日。ラブさんもセミとカウントありがとうございます。2週もお疲れ様です。サンデーフェムです。ジョニーさんチキありがとうございます。ジープスターさん来てくれてありがとうございます。ビーバーさん、皆さんもありがとうございます。チープスターさんもフォローしてくれてありがとうございます。宮崎県出身、高校3年生、17歳しのんです。ぜひお話し応援も教えてくれると嬉しいです。ルームフォローありがとうございます。もう配信終わったらもうすぐ寝てしまうぞ今日は。ジェニーさんチキありがとうございます。ひらぽんさんも初音もありがとうございます。たけちゃんさんありがとうございます。眠いね。もう今日はね、久しぶりのバイトだったからもうめっちゃ疲れました。バイト一時休んでると、久しぶりに入ると本当に疲れます。で、内容っていうか、毎周年に入ってたら逆に疲れないかもしれないけど、久しぶりだったから疲れました。マクマクさんも2度目の方もありがとうございます。タケちゃんさん2週目もありがとうございます。メルリンさんこんばんは。メルリンもコメントしてくれたかな。なんか最近本当に
反映されない。メルリもこんばんはです。ごめんなさい、コメントが来てなかったみたい。たけちゃんさん、どうも。反映されてなかったら言ってください。何百回訪問とかもされないことあるから。たけちゃんさん、セミありがとうございます。やばい、めっちゃ動いてる。キャッツー様2度目のハマ、ありがとうございます。鈴木太てっぺい様こんばんはです。マクマクさんフォローしてくれてありがとうございます。あとファンマークもつけてくれてありがとうございます。宮崎県出身、高校3年生、17歳シノンです。今ガチ部中なので、ぜひお話も応援もにまた来てくれると嬉しいです。明日も4枠ぐらいできると思うので、また時間決まったらお知らせします。なんか、まあ今日はコメント反映されない。こんばんは、ごめんなさい、反映されてないみたい。コメントが、元気か、連休は何する、今日はバイトで、明日もまた、まあ、バイトです。うねうねがなくなってる。うねうね、あ、編み込みかな。もうお風呂にも入ってきて、髪の毛も取れちゃいました。あれはもうバイト前の髪の毛で、もうそこから取りました。エビフライもこんばんはです。チアーズから来てくれたの、ありがとうございます。マクマクさん、チアーズ最近イベント参加してないけど、またいいイベント今最近たくさんあるので出たいなって思ってるとこです。いや、まだちょっとガルは終わるまではちょっとね、両方一緒にはちょっと難しいので、かぶってない時に出たいと思ってます。チアーズもありがとうございます。ココアさん来てくれてありがとうございます。底辺生活さんこんばんはです。りょうへいさんもハンレベル23とチキもありがとうございます。月の人さん、麦さんもこんばんはです。もうすぐ今日は終わりになってしまいます。もうお風呂入ってきました。もう今日は寝てしまいそうなんで、優等生ギフトランキング、そう、1位になりました。この枠で皆さん優等生ギフトをたくさんありがとうございます。1位になりました。まさかの優等生ギフトで上位を狙えるって思ってなかったから、もう昨日も今日もありがとうございます。じゃあランキングちょっと読んでいきます。13位バルバレスさん、12位マコトさん、11位ダバさん、10位ジョニーさん、9位梅マーポンさん、8位クジャさん、7位ヒロシさん、6位ジュゴさん、5位リョウヘイさん、4位ライチョウさん、3位イシーさん、2位アジさん、1位アツポンさんです。じゃあ優等生ありがとうございます。石井さんもワクワクさんかんば、もう寝るの、まだ寝ないかもしれないけど、インスタツイッターお知らせして、ショールームにお知らせしてから、もう全部終わったら多分もう寝ると思います。今日はアイさんも、はい、ヒロシさんも、はい、ありがとうございます。クラスに、もう今日はたくさん多分寝ちゃうかも。メマポさんも優等生最後までありがとうございます。1位アツポンさんもありがとうございます。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日も4枠たくさん応援もありがとうございました。おやすみなさいです。